はいみなさんこんばんは安本ゆるきですアーカイブ限定のおまけいきみパートをとってます今回は多趣味で好きなものを話す早口になるまってィさらにお高ぜいそうよ2代、えー、セールスマンが来てくれますじゃあその前にメールちょっとねこれ個人的にここで読むメールじゃないんだけど読みますわ、えー、スターブライトセールさん えー、安間さん人類の栄光あれ「ニーアオトマートのアニメが始まりましたね」とそうなんですよ。1話はゲーム本編の内容をなぞる形となって終わりましたがでも、ね、ア,ニメあのアニメオリジナルの演出もいっぱいあるんですよ実はよく見るとね。アニメならではの遊び心として本編後の予告パートが世界観を説明する実写に置き換わったり、まあ、実写といいますかパペットですね。 A から Z までのマルチエンディングのうちどれかで話を終わらせていくスタイルのようですね果たしてどうでしょうね最後まで見てください、A、EN ではきちんと結末が描かれるものですが、えー、それ以外に印象に残ってるのバッテンーなんでしょうアジを食ったじゃないですか、えー、まあまあニーアとまマ私ねまあもニーアというかドラゴンドラグーンからずっとね好きでいてまあまあまさかアニメになるとは思わなかったからこれのラジオもねポッ,ドキャポッドのポッドキャストってのやってるんですけど ずっと俺が振り返りながらその1話の話数を振り返りながら感想と「こここうですよね」を言い続けるっていう本当にこれで合ってるんですかっていうのを <laughs> 提供してるんですけどそちらも聞いていただければ強火オタクがベラベラ喋ってるから面白いなと思っていただけると思うんですけどまあなんでこれを今読んだかって言ったらあのまああのまあここって結構アーティストさんが今日 CD とかね曲とかを宣伝もしたりもする場所だからなんですがえーオープニングのエメさんの「エスカレート」っていう曲とか。 もう曲も素晴らしいですし、あのね、エンディングのアマラスさんの「アンチノミー」ま、あ「二律背反、アンチノミー」という曲もね、歌詞があのあ秋田さん自,体自身がものすごいニーアのファンなんですよ。で前回のニーア・オトマータの劇中曲の「命にふさわしい」とかもすごいそれを踏まえて歌詞を書いてくださってて、今回の「アンチノミー」もそれを踏まえて歌詞を書いてくださっておりますし、エイメイさんの方ももエスカレートも世界観バッチリの歌詞なので、まあ、皆さんぜひそちらも聴いてほしいなと思ったんで、言いました。アニメも 似合うとまたアニメも見てください。まあ,あと、なんかあ、ああね、エメさんとか、秋田さんとか、何かの間違いで来てくれたらいいなと思います。さあ、そんなこんなでいきましょう。それでは、安本博樹の「笑われるセールスマン」、各国から本編をお楽しみください。安本博樹の「笑われるセールスマン」<laughs> マン。 かっこかりかっこかりみさんこんばんは、安本ひろきですえー、この番組は話題のアニメやゲーム、声優、特撮に関する様々な情報、トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながら様々な A&G コンテンツの魅力、情報を伝えていくトークバラエティ番組でございます今回はトキッコと一緒にやってきますが、その前にメールを読めましょうねとえー、こちらえー、ひだこさん めましていつも YouTube のアーカイブで聴かせていただいております。ありがとう。えー、鈴木亮太さん、ゲスト会聴かせていただきとても楽しかったです。あそうね亮太来てくれました、ね、鈴木さんのイメージは豪快でクレバーで礼儀正しい素敵な青年とあのなんだろうテンションがのレンジが広いというのも付け足しておいてください。という青年という感じでしたが。 全く思ってその通りの方だったと思いさらに応援したくなりました。いいですね不尊、えー、な要キャラをされている時の鈴木さんが最高に好きで,した好きですが、陰屋様の時のような陰な感じのキャラも素敵ですね。素になったエピソードを話されていた時のの素っていうね相性があるんですよ、鈴木君には。素になったエピソードを話されていた時の鈴木さんがかなり話が仕上がっていて、それを面白がる安本さんでいっぱい終わらせてもらいました。まあ、鈴木君、おもしかったですね。まあ、彼はやっぱ なんだろうな馬力のあるエンタメボーイなんでこれからもいろいろ楽しいことやってくれるでしょうまたぜひ遊びにも来てほしいですねカグレさんもみんな見てね次桃のハンドクリーム、えー、新年の一人しゃべり会楽しく会場させていただきましたあやりましたねいつものゲストの方のお話を引き出しながら作品や楽曲の魅力を伝えてくださる時間とはまた違った雰囲気で楽しかったですそりゃそうだよだって、ま、目の前に人いないんだもん <laughs> またホヤを炙るあぶるあのです、ね、あの新幹線の話ですねホヤを炙るのんべえの大人に憧れていたというお話を聞いて私も小さい ライターでタバコに火をつける大人に憧れてテーブルの下に隠れてライターの火をつけてしまい、あわや風になりたくかけたことを思い出しました。俺が言ってたことはそれじゃないぞ。<laughs> 俺が言ってたことはあくまで、小屋をあぶるおじさんがかっこよくて俺も何かあぶりたいと思ってたんですね。それが今じゃ焚き火をするおじさんになりました。もう一個行こう。えー、大野坂さんね、文光さん。 いや相変わらずのお二人のトーク特においでよと小野坂さんが言った時に俺が動物の森かなとい言ったやり取りには声出して笑ってしまいまして俺もなんで言ったのか自分でもよく分かんないんですところで小野坂さんはずっと前からペルシャ絨毯の購入を悩んでますよねそんなに惚れ込んでいてずっと欲しい欲しい言ってるならお金があって待ったをかける人はいないという独身貴族なのだからとっとと買えばいいのにと思ってますと今度だったらそんなメールがあってるとお伝えくださいいや買うでしょ彼はあのただ買うんだけどさニョーヤング TV で買うよ ぜひみんなねそちらのニューヨーク TV を見張り続けてくださいお願いいたします今日ちょっとメールいっぱいあるごめんね、えー、こちら田舎の鉄道マンさん1月7日放送の「コムチャットカウントダウン MC お疲れさまでした」そうなんですお手伝いでいきましたまさ、あ、か安松さんの口から「コムチャッチャというワードが聞けるとは思わず嬉しかったですそうですこれは僕も油断しててそうか俺これ言わなきゃいけないのかと思ってちょっと恥ずかしかったです共 <laughs> <laughs> 演作も多い白石遥さんとの掛け合いも息もぴったりで楽しめましたまあ古くはねうまるちゃんの ボンバという役を私がやってて、きれいちゃんと妹を白石がやってましたからね、古い付き合いでございますけれども、同じ生放送でも y 遊びとは違った感じだったと思いますが、いかがでしたか、生放送お疲れ様でしたと、まあ、それは違うでしょラジオだから。まあ、でもね、いろいろあって、今、白石が軸として頑張っている子もちゃんでございますが、フォーマットはね、変わってねえし、その分ね、あの子もすげえ真面目な子なのよ。 ただの綺麗なお姉ちゃんじゃねえんでしょあいってめっちゃ真面目だからねアーティストさんとかあのとこの時はオイエルさん来てくれてまあえると私はただの友達なんであの,あの子も多分肩をすか,した肩すかしをくらったと思うんですが。<laughs> <laughs> でもね、それに何ても楽曲もちゃんと全部聴いてからお話をしようとかね、すごい準備も一生懸命やってたし、めちゃくちゃ真面目な子だから、この子が軸になら気楽なもんだなと思って、私はあの気楽にあの友達のほ言えると話してただけです。でもまあ、それを成立させてくれたのは白らないしなので、これからもね、コムちゃんはあの子が軸で頑張るはずなので、ぜひぜひこれを聴いてあげてください。私もなんか機会があったらまた手伝いに行きます。くすまもう一個よ。 ボム、えー、のハンドクリーム「えー、バスターと半国の破壊士」第2期制作決定しましたねそうなのよとてつもか派手なアクションとおよが詰まった第1期の最終話ではすごく続きが気になる終わり方をしていたので2期の発表嬉しかったですと、えー、まあねこれはもうあれです何ですか見てくれとしか言いようがないんですが今 BS11 でも見れるようになりましたネットフリックスだけじゃなくていろんなところでもね、まあ、ちょっとずつ見えておりますしまに、あ、しの漫画なんですけど今あるラノベ系の漫画の漫画とかアニメの 始祖みたいなもんんだと僕は思ってるんですよねこのバスタードで作られた表現がいろんなところでも使われてると思いますのでぜひ皆さんそちらも見ていただければなと思いますすまんもう一個急ぎでよもうごめんね、えー、こちらは椎名さん1月15日に行われた声優マーダミステリーイベントミク,ツミクサー、えー、マーダーミステリーマーダミクの昼の部拝見しましたちょっといっぱい書いてあるんだけどちょっとも,もうすまん飾りさせてもらうえっ、ー、とねこれマーダミステリーをらあの舞台上でやるっていうのは非常に難しい 仕掛けで僕も何回目かな何回目か出てるんだけどあのね今回密談とかがなくてすんなり見れる形に作ってくださってたから結構面白かったと思いますまだアーカイブ見れるのかなまナミクとかでツイッターで検索すれば出てくると思うんですけどあのね細谷君と僕と今回ね俺と細谷君と西山幸太郎と,と日本放送のヨッピーさんと,えっとあと梶原学君かとかそこら辺で出たんですけれども。 うーんなんだろうなみんなのねファイトスタイルが各々が近くて面白かったんだけど細谷君が特にロールプライの方に徹底してやっててすごい良かったですねそれはそれで面白かったしなんか普段やらない関係のゲーム感じのゲームをみんなでやれた感じがして面白かったですんで是非皆さんこちらも見ていただければなと思いますさあいっぱい喋っちゃったゲスト待ってっから行くぜでは最後までお付き合いお願いします安本浩之の「笑われるセールスマン」「カッコ仮」。 この番組はニジスタ月経館の提供でお送りします安本博之の笑われるセールスマンカッコカリック 改めまして安本依暦ですそしてゲストセールスマンはこちらの方はい皆さんこんばんは時俊一です<い>お邪魔させていただきます時くんはい。2021年11月以来の出演前回は一本のみだったが<あ>今回はもう二本,本ですそんな前になるんですねもう1年以上2年近く コメチャッチャぐらい僕はその時にあの安室さんが言ってたクイックペイが好きでしたからねク <laughs>、ね、クイックペイッペって言ってたのが、ね、クイックペイさえあればどこにでも行けますからね本当、えー、クイックペイともうスイカがあればもういや現金を下ろさなくなったんだけどさ、えー、ある程度は必要だあるじゃないで現金ってまとめてボンと下ろして俺しばらくそれで生きていく感じなんだけどお正月年末年始に油断してて下ろし忘れちゃって。はい お父さんとお母さんにお年玉が渡せなくなるっていう現象が。お父さんとお母さんに渡されてるんですね。まとまった金渡しますよ。すごーい。で、それをいつもまとまった金を下ろして、あの、あらかじめ下ろしたけど、忘れちゃってて。ええ。ええ、で、すまんなと思ったけど、あの。 今年はあの,あの遅れておくあの渡すということで許してもらいましたあ僕はあのもう12月の25日からもう三が日まんまコロナだったんで <laughs> ああそうかまあ FF やってました <laughs> じ,ゃじゃあいいか <laughs> もう俺 GTX は4090のパソコン買ったんですよお随分いいゲーミング PC を10年 にゲーミング PC というかデスクトップ買ったんですそれまで今もうこの仕事ってバットでいいじゃないですかっていうのもあったんでパソコン買おうかなってなった時に偶然ちょっと4,090が手に入る環境にあったんでんじゃあちょっとあの自作 PC は作れないからちょっと委託で代行してくださるその秋葉原にあるつくもさんでお願いしたらまあとんでもないあのエクスカリバンみたいなスペックなものをだよねそれをスペックを使えるゲームは今ないんじゃないですかないですけどまあでもとりあえず5年は楽しめるんで楽しんでくださいって言われながら。そうだね今、えー 現行最上じゃない？そうですね。だそのまあ先に手に入ったのが4900だったんですけど、そのグラフィックボードだったんですけど、うん、それを持って行ってあの本当にあの梶屋さんにオリ折り春子を持ってくる人みたいな感じで、これで最強のパソコン作りたいんですけどそうすると CPU だけじゃなくてファンもえぐいことがあるから言われました。お客様の大変申し訳ないんですけれども、うん、これ以外このグラフィックボード以外に。 いくらかけられますかって言って。<laughs> でで,できれば20もしくは30。20じゃあ20機関だろ。ええー、なのであ僕でもこれに50ぐらいは大変失礼いたしました。ね、最高のパソコン作らせていただきます <laughs> 上から順位もめちゃめちゃいい。パソコンで難しいからあの安けろ安けっていいってあんまないんだよね。ね結局かけただけ。しかも今半導体高いしね。なんもうやっぱ円安になっちゃっててっていうのもあるんですけど、でもそのおかげでもう FF はもうちなみにも最高品質 4K で60フレームで <laughs> なるほどね。<laughs> ヌルヌルだね。<laughs> めちゃめちゃ綺麗な環境で僕やれてます。めちゃめちゃたくさん今原装フィアやってコーギーのマウントを取るために頑張ってあマウンミニオン取るために頑張ってマウント的ねマウントまあ元祖マウントなんでマウントおじさんとしてラウバンさんは言われてますからね。そこ変われとずっとみんなに言われ続けたラウバンですけどね。ナナマ様のところでまあまあそんな話さもあのあの宣伝どころか月桂官さんの話もできない。すみませんです。これやんなきゃ。この番組月桂官さんからお酒が届いておりますので月桂官ザシャートで乾杯しましょう。はい。

甘くて飲みやすい、ね。そうなんだここ、ねはい、からはミニコーナーを終わらせる「THESHOT」月間間ていきます。ここで月間より好きを楽しむ」をテーマにあなたの好きな時間や趣味と一緒に楽しめる日本酒 t h の紹介です。の中でも今週はシリーズ全4種のうちの一つ白のラベルの「爽やかホワイト薄グリをご紹介こちらは桃やマスカートのようなふんわり華やかな香りとシルキーの口を当たり爽やかな味の日本酒ですここからミニコーナー終わらせる「t クエ q u ョン。月間雑誌 e s h o t の「月を楽しむ」というテーマにちなんだ質問に答えてもらいます、はい、子供の頃夢中になっていたものは今でも夢中になっているものですなるほど。<laughs> いやらそのねよく僕にが言われるのはまあそれこそ最近だとやっぱポケカになっちゃっまあポケカポケカの人っていうイメージはあるね。あ、えー、あのまあ、僕要は テーブル上で楽しむゲーム、大体好きなんですよね。遊戯王もやっぱそのカードゲームもそうですけど、アナログゲーム全般ボトゲーだったりとかそういう。あと最近で言ったらもうアニメにも出てるっていうのもあるんですけど、あのボトルマンっていう話じゃないですか。この間そのボトルマンの今の形で昔のビーダマのデザインが出たんですよ。ああ激アツじゃないですか。ワイルドワイバーン覚えてますか。ワイルドワイバーンなんで知ってんの。いや違うドセダイです。あれボット僕小一にですね。そんなもんだっけ。 あれ俺ですら知ってる急にヒケルベロスの目の前のところをゴムでぎゅうぎゅうに結んでとんでもない速度でビー玉打ち出してましたねあったあったあった壊れんだよあれそうなんです直撃で壊れんだよ あの、今のボトルマンの形で、今度出るんですよ。ええ<ー>、もう、もう、即予約、まあ、っていうことをしつつ。ねえー、集めながらっていうのをやってますね。でも、他も、大体、やっぱり、ヨーヨーとかも。そう、2千二十年からもそうですけど、結構やってたりとかすす。ヨーヨーもそうだよね。なんか、ハイパーヨーヨーといえば、小野ゆうの中で、最近の、いや、時君もってのが、割って、わって入ってきたから、ね。最近 <laughs> かか小野ゆうの画像を崩し始め。<laughs> いでも、やっぱ、技術は、やっぱり、やっぱ、小野ゆさんであったり。<laughs> あと小林裕介さんも。あ、それらしいね。連歌、えー、もできるで、ね、ハイパーレベル全部クリアしたって言ってらっしゃったし。うん でも小林ゆうすけさんが好きなのも知ってたんで久しぶりに僕がやってたのもあってプレゼントをしたのもあってそしたらあのゆうすけさんが今のそのヨーヨーを作ってらっしゃる大手メーカーとコラボして自分のヨーヨーを作ったりとかなんてこった <laughs> そんなこと今世の中になってるなってるんですよヨーヨーこの間ちょっと久しぶりにさったけ全くできなかったからな,なんか一人できる人がいるとちょっとねそれこそ小野優さんであったりとか、ね、ぜひぜひ呼んでいただければ <laughs> 世界を教りつつだが今日はヨーヨーのセールスじゃないんですよ <laughs> すいません一月二十五日に発売されるあなたのサードシングルグロリアスワールドをセールスしていただきます、はい、こちらは時さんもし演中のテレビアニメ人間不信の冒険者たちが世界を救うようですのオープニング主題歌、はいえー、さ先の話は、ね、来週聞くんでる今回はまずあのグロリアスワールド CD のシ曲の話を聞きたいと思いますが、はい、先ほど聞かせてもらいましたけどわりと,となんつうんだろうね懐かしさすら感じるど真ん中 サウンドと言いますか。ありがとうございます。その感想がすべてと言ってもいい。あ、俺らがよく見て。 ワクワクしてたたアニソンだみたいな感じがもう僕はその初めてなんです僕はアーティスト活動をやらせてもらっててエンディングはあったんですけどオープニング初だったんですよ。うんうん、っていうのもあってじゃあ1曲目オープニングどうしようってなった時に、うん、やっぱアニメの一つの顔だとも思っているんですよ、うんうんね、オープニングって。うん、っていうのもあるのでアニメの作品を踏襲しつつ最初の1曲目はできればちょっとあの先方さんにご迷惑でなければもうザ ベタな堂々の曲を作っていただきたいなっていうオファーをさせてもらって。 た結果もう盛り上がるところで盛りり上がりでその歌詞もちゃんとアニメにこう紐づいていたりっていうんだろうであの楽曲もその曲を作ってくださったのも歌詞を作ってくださった方もどちらも何度もお世話になってる方なので「うん、時君くんは、ねえー、この母音で伸ばしたいだろうな」とか「あ<ー>ここでこう盛り上げたいだろうな」っていうのを全部理解した上で作ってくださった。ある意味時君くんをよく知ってる人がでなおかつあなたの望みを叶えてくれるわけね。<laughs> <laughs> 完璧にいかないでくださちなみにこのフルで聴いていただくと、うん、最後ちゃんとあの昔のアニメによくあるサビなんだけどサ,イサビの盛り上がるところちょっと音変えるという感じのがちょっとゆくゆくいくと出てくるのでうん、うん、そういうところもちょっと本当にこう、うん、なんだろう踏襲というか「えー、ザ・ドードー」っていうものジカジ・ドードーっていうものを踏襲させて頂くと大事ですよそういうことは、はい、まあこちらそして初回限定版もあるんですよこちらはなんと12ページのブックレート何撮ったのよ、ね、いやもうなんか もう時瞬一かつてないほどこうお酒を抜き絞りに絞った。<laughs> ええー、気合い入れて望んだのね。もう僕は基本むくんでいるんですよ。あの、お酒を飲んじゃうからね。そうなんです。大なり小なり僕はお酒を飲むタイプなので。小ない。私もわかりますよ気持ちは。は、えー、ライブ前とかイベント前とかだとお酒を抜くんですね。それだけでその僕の顔を見た人があときくん頑張って絞ったんだって言ってくれるんですけど。そんなに差が出ちゃう。差が出るんです。けど一回り二回り違うんで、<laughs> それをもう僕はこう一週間ぐらいこの時は。 ええ、耐えて耐えて,耐えて耐えて耐え抜いて絞り切って、ええあの撮った作品ボクサーか <laughs> いや,いやでもあの本当にボクサーのやられる塩抜きってやつ塩入れないってやつをちょっと3日間やるとあのちょっと仕事にようが出る反応が遅れてしまうので二、ね、日ちょっと最後の2日間だけ塩抜いてお酒も抜いてっていうふうにやらせてもらって。 えー、じゃあそちらの気合いの入ったブックレットもありますがミュージックビデオもついてると、はいえー、ジャケットメイキングムービーも収録された DVD。はい ええミュージックビデオとジャケットメイキングムービーが収録された DVD が初回限定版についてるのかつ。ついてると思います。<laughs> これまだね僕 PV を見せてもらってないんですけど、はい、PV どんな感じで仕上がったの？PV はですね、うん、それもえっ、ー、とまあ僕 PV 三つ四つ今まで撮らせてもらってるんですけど、うんうん、あのー、それこそ2021年の時かな、きっとその時はあのワンちゃんとこうタれていたりとか、結構こうそれの一個前に関してはこうちょっとこうなんだろうアメリカンチックな車運転したりとか、あるしちょっとこう色の強め。うんうん な,な,な、ね、MV 撮らせてもらってたんですけど、うん、今回に関しては本当にこうなんだろうミュージックビデオにある本当に生身一つでカメラに向かって全力でパフォーマンスをするだったりとかある種かっこつけるっていう。 本当に PV に関しても堂々な PV を撮ってみたいなっていうふうにメイキングの人と一緒にこう作らせていただいて作り上げたものと。といそのやり取りとかも見れちゃうよってことです,とす結構裏側ってなかなかね見る機会もないからこれはこれで面白いと思うんでぜひ初回限定を見てほしいところですがキャニメ限定版これすれは先ほど言ったブックレットがなんと倍になる 24, 24ページになる <laughs> すごいですねありがたいです、ね、<laughs> そんなななっったかか <laughs> 倍になってます何に何がど僕あの自分の写真チェックとかしないんですよね。ね ある写真撮影とかあと動画とかもう全部諦めてんだもんだってどうやったってしょうがないよもう無理だもんついつい同じ画角になっちゃったりも俺は梅ちゃんじゃないもん梅さんは事務所さんで唯一チェックのいらない人って俺は違う意味でチェックがいいらない人だてる。諦めてる友達の写真ででもっってて使いいすかっていいよってらそうですね 有利の時もそうでしたね「使っていいですいいよ」と言ってもらいましたもんねこちら24ページの写真もねキャニーメ限定版では見れるとお願いしますもっと大事なことですねこちら、はい、今回のシングルなんと5月7日にこの「光栄テクモゼップ横浜」ですな。はい 一、えー、バースデーライブ2023はいそっちにしようかな2023って今まで言ったんですけど2023まだこれカッコ仮なの、ね、カリ、えー、タイトルはカッコ仮でして、うん、で5月7日が僕誕生日当日なんですよおおなるほど、えー、おめでとうというかこれはじゃゴールデンウィークの最後にドガンであるとそして日曜日なんですよなるほどなるほど、えー、っていうところにこうちょっと、えー、k t z 横浜さんでやらせていただくっていうので、うん、1>, あのい1個前のライブで僕初めてギターを弾かせて ってもら初めてのことをこう結構やったんですけど今回も結構こう新しい試みいろいろやっていこうかなっていうふうに、えー、今も画策させていただいてるんでぜひぜひちょっと皆様お越しください2019年にもバースデーバースデーデビュービントやって、えー、去年もバースデーと3周年を記念したライブと。でも去年年と今年はだいいぶ違うんじゃないですね今年あの、うん、まあアーティストとしては4年目なんですけど、うん、役者として10年目なんですよちょうど。 おそそそそうう、はい、んんんんななな立つでですあでもそんなもんか2014年に仕事をやらせていただいてるのでまあ年目で言ったら今年が10年っていうのでまあ本当にアニメでも出させていただきますしなんかまたちょっと違うものも見せられたらなっていうふうに思ってますね。なるほどこちらのライブ、まあ、ま,まだきっとね準備段階だと思うんですが。はい 近づ,近づい、てきたら気合入れて頑張るはずなので、皆さんそちらもチェックしていただければなと思います。ええ、最後に改めてリスナーの皆さんにちょっとセールスのほどお願いします。はい、もう、あの、安本さんの言っていただいた通り、なんか。こう、堂々でありながら、懐かしさだったり、うんうん、でも、なんだろう、僕らしさっていうのを百二十パー詰め込められた。えすべてを感じられる、今の時瞬一を感じられる、すべての、あの、一曲になってるんじゃないかな。そして、あの、カップリングも含めて、最高の時瞬一になってるんじゃないかなと思います。で、何にどうぞよろしくお願いします。はい、はい、ぜひ皆。さん さんサードシングルグロリアスワールドよろしくお願いしますジャメルキャッショこれですねこれ桜餅食べたいさん、えー、今月末はついにサードシングルグロリアスワールドの発売そして今年もバースデーライブの開催おめでとうございますありがとうございます、えー、今回の表題曲は人間不信の冒険者たちが世界を救うようですのオープニングにもなり The、えー、オープニング主題歌王道テイストの曲という感じで大好きなの 感じ、えー、で大好きなので最近はグローレスワードばっかり聞いてます。えー、そこで、まあ、そこでトキさんに質問なので、すが、はい、今回のシングルのポイント見どころ。まあいろいろさっきお話を聞いてもらったけど、えー、まあこの王道どまんなかったの狙ったんだよね。狙いました、あえて、うん、もうっていうのでやっぱこう。 そのタグで調べるとなんかめっちゃ懐かしい感じするっていうふうに本当コメントでもいただいてたりしてえなんかこうある意味皆様に思いが通じたのかなって思いつつとはいえなんだろう,こう僕が3年間丸3年間やってきた「時キ俊一っぽさ」っていうのも歌い方だったりそういうのも含めていろいろ模索させていただいたのでなんか逆にそうエンディングエンディングエンディングってきて初めてオープニングだったもんね,なるほどねオープニングってどうやって歌うんだろうが分かんなくて。 えどうしようっつって最初に調べたのは中村修吾だったんですよ <laughs> <ー>なんかそう周、はい、吾のこう太陽感というか堂々と歌ってる感そういえば周吾の聴いてみようと思って周吾の曲聴いたりとか周吾は声優とアーティストの時声優アーティストっていえばアーティストになった時の切り替えがすごいよねすごいですよねそういうなんか「俺を見ろ!」っていうその表現がすごい好きなのでちょっとそういうところも見させていただいて改めて自分でじゃあどういうふうにしたらオープニング感出るかなっていうのを模索したりとか。 中は天性の陽だからねそうですね、うん、でもその「陽がある分しっかりと「陰」な部分もあってそれが作曲した時の歌詞とか曲にちょっと入ってるのもまたン広がり方ねスパイスになってめちゃめちゃ僕好きなんですけど,、ね、どい,ろい,ろこいろいろ影響を得つつちゃんとこちらのパフォーマンスをねときくもしてますのでいっぱい聴いてください。はい、もう一個ミホ、はい、さん えー、トキ君のサードシングルでもある「グロリアスワールドのカップリング曲、えー「ハイウェイラーブは艶なる歌声が曲に馴染んでいてとても聴き心地がよく大人のの雰囲気っこの曲についてトキ君は雑誌のインタビューで高速道路を走りながら聴いたら気持ちのよさそうな疾走感のある曲とおっしゃっていましたけど、えー、お二人はドライブするのはお好きですかまた車を運転する際に行うルーティーンがあったら教えてください。私はドライブはしませんよ そうですよ私は助手席のプロですから助手席のプロ私が助手席にいたら楽しいですよ僕。ナビは完璧にしますし話題の提供もしますいやトピックの提供ずっとします楽しそう交互座席の連中が寝ても私だけは絶対寝ませんから運転運転の方だけ一人にすることは絶対しませんから普通に配信した方が金になりそうですね一番誰の横が多いんですかツーさんえつ。 古くはね、賽鴉さんによく送ってもらってたりしたし、あ,ね、あとハタの渡るのもめっちゃ乗ったし、一番今乗ってるのは中村ゆうちかな。あ、そうなんですね。中村みんな運転うまい。 あと、なばためもうまかったし。あ、う。助手席のプロとし、いろんな、あの、あの、カイトラン、カイトとかもそうやけどカイトとお願いしてねえのに、待ってましたし、なんか、送ってくれたりするし。いや、お願いしてねえんだよな。でも、僕も去年。めっちゃ乗ってる、今。もう、去年言ったんですけど、僕も車買ったんですよ。なので、ちょっと機会があったら、ぜひ、横で。助手席のプロ。一回、海老名行って帰ってくる。本当、本当の助手席を教えてやるよ。やったぜ。初体験する。これが助手席か。 <laughs> これが助手席かって面白いですね <laughs> 運転してる俺が言うんですよねこれが助手席かって <laughs> <laughs> 楽しみそんな感じのことをやっております皆さんよろしくお願いいたします,しす、はい、皆さんベルありがとうございましたこれからもお待ちしております 安本ゆるきの我々のセールスマン過去仮エンディングの時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。おはがきのあさは郵便番号1零五の8000に、プロカをお安本ゆるきの我々のセールスマン過去仮まで、メールの場合は w s a t m a k j o、ok、r q r n e t までお願いします。そして番組公式ツイッターも稼働中です。ぜひフォローしてください。ツイッターで感想をつぶやくときは、推奨ハッシュタグを笑わせる。漢字の笑うにカタカナでセルをつけてください。また YouTube 二次スタチャンネルでのアーカイブ配信もございます。アーカイブ限定の意気込みアバンも聞けますので、 よろしくお願いいたしますというわけで特価ありがとうございました改めてお知らせとかガンガンしちゃってくださいかしこまりました1月25日にサードシングルグロリアスワールド発売になります、うん、えー、そしてこれはテレビアニメ人間不信の冒険者たちが世界を救うようですにゼム役で私出ております、うん、放送配信については公式サイトご確認ください、はい、次回ねこ,<れ>こちらの作品の方のセールスもしていただきますよはいお願いします、はい、そしてえー、私文化放送超 A&G プラスにて毎週水曜26時から時春一ラジオタイムウィズユーというラジオをやらせていただいて おりますよろしくお願いいたしますどんなラジオなのこれええこれはですね <laughs> 深夜の2時にやってるんでんあのとっても落ち着いた雰囲気でオタクなことを言ってます最近はな何が新しく始めたご趣味はあるのかい新しく始めた趣味は あの本当に僕10年ぶりにデスクトップ買ったじゃないですか。っていうのでスチームっていうのを久しぶりに入れたんですよね。あそういういことか、えー、っていうのでな海外の今までできなかったゲームだったりとか僕が大学高校の時にやってたゲームあのまあだから「スターオーシャン」もともと僕好きだったんですけど「うん、スターオーシャン4」やったりとかあと本当にあのアナログの、ね、昔スチームになかったもんねーみのゲームとかね。えー、とかうん、うん、あと横スクロールのあのなんかえっ、ー、と YouTuber さんがあのなんかやっててかやんでて 今やり始めたんですけど、なんかこう横スクロールゲームの,の余計ゲーなんですけど、うん、なんかこう悪魔とかを必死に倒していくゲーム。<laughs> ああタイトル忘れた。それ次回言います。<laughs> まあいろいろだからその Steam であ,あんなゲームこんなゲームやってますね。うん、なるほどね。Steam、はい、あるとプレステ5が本当に起動しなくなる。なります 何のために俺らプレスファイブが俺レンジ2台あるんだ。2>, <laughs> 2台あるんす、ね。強気俺ラ6台当ててる。すげえ。<laughs> 4台は配った。幸せだ。幸せな環境は。シームパソコンのパワーを上げたら全部シームでやっちゃう。そうですよね。など俺のプレスファイブは何をしたらいいんだ。6ステイン出ますから。あフェフェンね。えっていうので。ドラゴンクエストトレジャーズばっかやってる後。あそうですね。トレジャーズいいな。あれもねいいゲームですけど。はい。皆さんいっぱい遊んでいただきたいと思いますが。<laughs> さあ特訓では来週も いっぱいお話しさせてもらいますテナモンでこの番組のお相手は安本裕樹と時俊一でしたお疲れ様でした安本裕樹の笑われるセールスマンかっこ,かりこの番組は虹スタ月経館の提供でお送りしました